スーパーオートバックス浜松店に来ちゃいました。 ECU これから交換しますよ。おそらくあのピットでいろいろなことをやってくれるんではないかと思います。さあ行こう、私も行こう。はい、ということで今セッティングが終わりまして、インプレッションのスタートでございます。行きましょう。これはあれだね、もう私たちの感情を見ていただくだけの感じで行きます。詳しい説明の方はまた別の動画で説明いたしますので、まずはこの表情とかご覧ください。果たしてどうなるかな。ずっとこういう顔してよまずね、ていうか早くないのに、エンジンかけますよ、ね、早くして、暑いから味あー、でもエンジン音ちょっとうるさくなるかなと思ったけど、まあ、そうでもないね、多分ちょっと若干かな、若干それかな。黙れ、こわっぱ、わっとら、知らんわ。広角に、前方角に、左右全部、よーし、嫌だおお、なんだ、何この走り出し、どこいいっつったじゃん。おお、ここでもう分かった。うわ、なんだなんだ、分かるっつったじゃん。あ、すごいスーってストレスなくいくね、うん、なんだろうこれ。あ、これここで出るんじゃない。あ、これストップって書いてある。大丈夫、でも左に出なきゃいけない。そっか、あっちはでも、あっちも左に出なきゃいけないかもしれない。本当に、うん、そこ曲がってきてから、ああ、何これ、何これ、これこれこれ、うん、その先の左だ。ああ、スーッスーッていく。トルクアップの賜物かもしれない。ああ、おー、なんかあのカッタルさが消えたなっていうのが第一印象ですね。なんか狭い道行けって書いてある。おりゃー。およそ200メートル先、左方向。左？よいしょ。おお。ちょっとストレート。あれ？なんかシフトチェンジがしやすくなったぞ。あれ、なんだろう、何かが変わってる。多分原車合わせでちゃんとセッティングしてくれたからですかね。なんだろう、なんかね、もっさり感がなくなって、その分シャープにスーっていくような感じ。ほら、おお、おなんかドッカンっていうのがなくなったわ。ちょっとね、あのおじさんびっくり、おじさんびっくり、おじさんびっくり、あららら、ら、あのよかったじゃないですか。スーっていく、スー、ほんとスーっていく、うん、もうだって発信の出だしが違ったもん。あ、本当ですか。いや、すごいすごい、なんて言ったらいいのかな。なんだろうね、なんか何そのにやけた顔いや、面白いわ。でもういきなり高速道路乗っちゃいますけども、あえ、高速いきりダッシュ、いきりダッシュしよう。なんだろうこれで、インプレッションになってないもう一言で言うとスムーズ、マジでスムーズだ。いくよ、いいよ。さあ、アクセル全開、やばっ、うなっちゃった。うわー、いいんじゃないか。はい、すごい。やっぱ高回転に上がっていくとドワーっていうのはちゃんと来るし、なんだろうな、なんか後ろからこう押されてる感じがする。すごいですね、その感覚。わー、これは面白くなりそうだわあ、
ワーが上がってドーンっていうのはないんですけど、スムーズにスーッて行っていって、なんか速度もシューッつってね、気づいたらこんな距離かみたいな、そういう感じ。一つ上の、はい、なんていうんだろうな、スムーズさですね、うん、これはやっぱり街乗りで普通に走っていてもストレスがだいぶ軽減されるかなっていう感じがします。特に1速から2速に上げるときって結構グワーってパワー使うじゃないですか。それが今まで結構無理やり感が出てたんですけど、なんかねそれがなくなってスッスッっていくんですよね。トルクがでかいね。でかいかもしれん。おー、これはなかなかいいかもしれない。しかもやっぱり原車合わせがね、生かされてるっていうのがあるのかな。ちゃんとこの車の吸気と排気に合わせた、はい、感じでねやってますし、でやっぱりあの皆さんも分かるかもしれないんですけど、エアクリをキノコ型に変えたら、あの前のゼロクスさんも言ってたんですけど、まあ、空燃費がどうしてもずれちゃう、その 20% ぐらいずれちゃうって話だったんですけど、それも今全部改善されてる状態ですから、トータルバランスがめちゃくちゃ良くなってるっていうのが正直な感想で、さらに下から上までなんかね、ほんとストレスなくスッて行ってくれる。今までのシビックも加速力はあったけど、はい、さらになんか力強さ、その加速力に、スムーズな加速力に力強さがつきます、ね、はい、そうですね。だからなんだろうね、なんかさ、重りを1個外したみたいな、そういう感覚がするね。チャリンコで言えば電動アシスト自転車になったって感じ。あ、そうね、そうね、そんな感じ。ウィンウィンウィンっていう。やっぱりあの回転落ちとかの方は純正と変わらないんですけど、まあ、これはねまた別の動画でも話しますけど、自分のやっぱギアチェンジが悪いっていうのはよく分かった。これはいいよ。おお、ほら、いやー、押される感じがスッてきますね。じゃあ峠であの、はい、ヒルクライムが楽になるんじゃないの。多分楽になるかな。だからちょっとした勾配で、あ、もう少し欲しいなっていう時にスーって言ってくれるのかもしれない。登っていくぜ行くぜ、ずっと言いそうだよ。いや、登っていくみたいな。いや、これは ECU やる価値は十分にありますし、11万ですからね。税込み11万ですよ。クラッシュエディター、はい、レーシングプラグ、電車合わせで11万。これは絶対にやった方がいいっていうのもおかしいですけど、まあ、結構走り込む人はおすすめかもね。うん、そのうちやりたい。CVT がどう変わるかね。ヤスさんが最初につけて、ヤスさんは CVT で、はい、少し乗らせてもらったけど、やっぱりあのトルク感をがアップしたのを感じる。ああ、なるほど。マニュアルどうですか。今ちょっと一回やりますけど、マニュアルはそれ以上だよね。 CVT 以上に感じる。ほらほら、シュー、すごいね。これで 1.5 リッターだから。やばい。やばい。おお、なんか、うん、本当ジャジャ馬感が少し薄れて、スーっていくよな。ダメよ、FK8 追っかけちゃう。いやいやいや。フリフリ。フリフリス。なんかいたよ。やっぱ。音も太くなってる気がするよ。あ、本当ですか。低音が、あー、なんか、おーって低音がね、うん、確かに来てるかも。行くぜー、来たーって。ほら、おー、さあ、岩田インターの目の前ではしゃいでるおっさん2人でございました。おーおーおー、アクセル踏んだら踏んだ分だけスーって行ってくれる。いや、前の純正の時分かった分かった、あのアクセル踏むじゃないですか、うん、アクセル踏んだのか分かったよみたいな、そういうノリだったんですよね。それがお、アクセル踏んできたな、よし分かったよ、任しとけみたいな、そういうスっていう。いやー、いいわ。
セルレスポンスが良くなったってことかな。前は踏み込むときにほんの少しですけどタイムラグみたいのがあって、ああ来たかみたいな感じだったけど、今全くないもんな。ちょいちょい踏んだだけでも、おスーッて言ってくれるから、ああいいわ。でも待って言った、なんかよく数えるけど、ああいいわ、ああいいわ、ああいいわ。私がいいわって何か言ったか。疲れちゃうもん、多すぎて。もう忘れたってなっちゃう。またね、いい運転ドライブ思い出が作ることができそうだ。やってくれた人言ってたけど、なんか警告灯が表示される場合もあるって言ってたけど、今のところ表示はされてないです。ただ表示されていても10分から30分くらいで、まあ、消えますんでって言ってくれたんで、特にそこは問題ないみたいですね。まあ、車種によっては警告灯が光る場合もありますが、焦らず消えるのを待ちましょうみたいな感じで、今袋井のインターです。いやー、まさに今の私の気分はストレートで速い車は初心者。初心者、初心者です。初心者のイキリダッシュです。やばいよ、今結構ねそれで遊んでるからだいぶ年金も型落ちですね。せっかくだからね、吉本さんにもインプレ感想インプレさっきしちゃったよ。そうか、でも運転すると全然違うと思うけど、運転まあ、これ羨ましいだろうみたいな、そういうね。ミッションがね、ほら、全然スムーズだもん。スムーズですか、もう、うん、やっぱ分かる？OK。発信がさ、うん、ずっと乗ってない俺でも分かる。うん。へえ。つながりがいいっていうか、うん、もうスムーズ、スムーズそのもの。へえ。助手席だと、いや、わかんないっちゃわかんないかもしれないけどね。でも、さあ、スタートー。おーおーおー、やべ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 。あ、わかるわ、全然なんか行きと全然違いますね。うん、違う違う、助手席でもわかるわかる。あー、さっき吉本さんも言ってたけど、 G 感じるね。なんか少しスッこう、うーってドッカンじゃなくて、うーんって、おー後ろからな。へえー、すごい、助手席でも分かるんだ。ちょ、エアコンかけてみようか、うん、エアコンかけたらどうなるんだろう。オートで今かけます。はい、23度。あ、ちょっと重いかも。やっぱエアコンかけると重いかな、うん、そうっすね。助手席に乗ってても、あ、ちょっと重たるさはあるかなっていう感じ。あ、なんかね、普通に走っててもスムーズだから眠くなりそうだわ。どうぞどうぞ、おやすみなさい。夢の世界へどうぞ。頼むぞ、マジで。なんか永遠にもう吉本さんに運転してもらって、ほとんど神奈川県まで帰ってきちゃったんですけど、なんかね、今ちょっと渋滞はまりそうなんですよ。で、予定フラッシュエディターの渋滞はどうなのかなっていう感じなんですけど、まあ、今減速してるっていう感じなんですよね。で、その後は少し加速していくような感じなんですが、どうですか吉本さん、今のところは30キロ、35、6キロ、4速で走れてるんですけど、走れてる。3でも安定しちゃうのかな。トルクがあるから、うん、今3速、26、25。はい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 。だ、渋滞がなんか少し楽になったらいいななんていう発想で今ね、検証というか確認してるんですけど、多分そんな純正よりも、うん、遅め遅めのシフトダウンでいけんじゃない。ああ、本当ですか。トルクが太くなったから。ああ、なるほどなるほど。まあ、よりスムーズにいってたらおかしいか、やっぱ、まあ、全体的にトータルバランスがいいからね。そう、こういう出だしなんですよね。今2速で20キロぐらい。止まりそうになっても止まんなければ2速でそのままいける。3は3は
この速度じゃきついんじゃね。20の3、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 3
怖いからね。これ3速発車はちょっと厳しいかもな。厳しいね。2速発進の方がいいね。普通に繋がるもんな。繋がる？うん、おーおー行くね。行く行く。おー全然いいじゃないですか。多分これ3でも行けそうだけど、今ここでやるのはやめとこう。いやー怖いですね。ガットンってなったらえらい。なんだよこれ、全速し。2安定だね。今10キロ、15キロなんですけど、2速で今ちょっとアップダウンっていうか、アクセル踏んだりとかしてるんですけど、それでも全然。大丈夫。大丈夫ですね。一番肝心なのがこの出だしなんですよね。ほら。うーんって行く。行く。おお。すげえ腕組んでなんかね、自分の車なのになんか言ってみんな。ね、自分の車なのにね、助手席座って何やってんだよってね、もし思った方はぜひね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。だいぶギアチェンジ上手くなったやん。本当っすか？ちょっとニュートラルに入れていいですか？なんで今ニュートラルに入れんの？おーって言っちゃうんですね。もう渋滞が終わりかけてるんですが、じゃあ加速してみてください。さあどうでしょうか。これ4速で加速だよ。今4加速、4加速すごいですね。黙れゴアッパー。今さらだね。さあまた少しずつスピードが上がってきましたけども、どうですか、不快感とかありますか？ない。楽ちん楽ちん楽ちん。助手席も楽ちん。おい。だって運転しなくていいんだ。すごい楽だよ。おお、うん、やっぱ一速の出だしいいっすね。スーっていく。これ全然違う。おお、下道も快適に、いい街乗り運転ができそうな勢いがある。これはね。なんだろう、でもなんか正直言うと、そのすごい感動レベルでうおーすごいっていうのはない。ただあーなんかすごくフィーリングが良くなってスムーズにいくなーっていうのが正直な感想かな。フロントパイプも変えてるから、でブースト上がってるから、あそうですね、その恩恵もあるかもしれない。やっぱりいつもの感覚で走りますと、なんだろうな、前と比べたら、加速はもう確かにいいと思いますし、楽だな。でも一番の魅力っていうか、いいところは一速発進かな。これがね、すごいスムーズ。ちょっとびっくりするレベルだな、これは。ほら、ほらって。その前にもう知ってるからね。一番最初に知っちゃったから、それ。これいいっすね。いや、ほんといいわ。もうこれは、確かに、なんか気づいたら、あ、こんなに距離が出てたんだとか、そういう感じがするね。何度も言ってあれですけど、峠道が楽しみ。おお、二速で今交差点曲がったけど、でしょ？うん、すごいスーっていく。じゃあ今度三速で。三速発進してみる？多分いけると思うんだよな。今が三速発進ね。ちょっとあれちょっときついな。ただいけないことはないですけど、ただこの立ち上がり、やっぱ2000超えてくるとグッて、トータルバランス的によくスーってくるな。すごく、わあ、これが原車合わせのあれなのかね。すごい。よくマニュアル車に乗る人とかって一回こうアクセルをこう煽って発進するってあるじゃないですか。あれ一切いらないな。もうシュッシュッていく。ほんとプシュッていく。そうなるとさ、はい、コーナーの立ち上がり今までちょっとは離せてたのがさ、はい、離せなくなっちゃうんだよな。そうですね。まったくさ、やっぱここはなんつうのかな、車の
セッティングの力っていうのが困ったもんね。出るかもしれないです。じゃあお前どれぐらい出たんだよっていうデータなんですけども、あ、これあのポコッつってね、あの載せますんで、多分この緑のラインが数値がありまして、ここがね 237.3 馬力で、トルクが 35.8kg 出てるっていうことなので、純正と比べたら約50ぐらい上がってんのかな。で、あのピークがですね、だいたい4500から5000ぐらいの間でだいたいピークになるかなっていう感じらしいんですよ。だからこの辺まで回せばもっとすごい感覚は出るとは思うんですけど、でもね、めったに、回さないからな、あんまりっていう感じはいたします。なので、あの私の後期型のシビック FK7 の場合ですと、まあ約50馬力以上上がっていて、それでフィーリングもだいぶ良くなったと。一通り給排気はいじった後の状態で原車合わせでセッティングしておりますので、まあ少しその分馬力とかもフィーリングも上がったのかなっていうのがあります。だから多分 ECU やるんだったら給排気をやって、うん、もうこれでいいやってなってから ECU やった方が後々いいよね。原車合わせはそれが一番です、うん、なので、あの以前に、あのなんだっけ、乗り比べさせていただいた時に佐伯さんもうゼロックスさんも言ってたんですけど、もし、原車合わせでやりたい場合はもう完成した状態で持っていった方が一番今後のためにはいいと。ただちょこちょこね、変えたい人にはホンダータとか、こういつでもカスタムができるの方がいい。でも知識と自己責任が伴うっていうのがありますので、でこの場合でも途中でそのパーツ変えたら、原車合わせをやり直ししてくれるけど、その場合35,000円ぐらいかかりますよって話した、ね、そうですね。なのでそういう詳細のやつはですね、あの理由も含めて別動画で上げますので、ぜひお楽しみくださいませ。です。はい、ということで今回はね、ちょっとグダグダのインプレッションになりましたが、結果よかった、ありがとう。いやいい、いや最高まあいい、はい、久しぶりに FK 乗ったんで楽しかったです。はい、じゃあお借りはちゃんだ帰った。はい、ご視聴ありがとうございました。